やってまいりましたね。形もありました。グランドメニュー。どれが追加されたか分からんけど、これがね、マコツヤのオリジナルカレー。その時に普通のポテトが出てきたんよね。それと同じちゃうかな。頼んでみようか。1340円で。高いな。すまないな。いってるすい。帰ってきたのこれね。ウィンドブレーカー。カツカレーやから、カツカレー
Thank you.
直ね、つけ麺食べたいんですけど。つけ麺食べたら、もうあかんな。麺2倍ご飯セットで1200円か。結構取られちゃうな。まあ、この辺食べんやったら、ラーメン屋行った方がいいよね。今日は、モツヤオリジナルカレーの、カツのとんかつ、これね、これいきます。これ単品でいこうか。正直ね、紙ポテト食いたいんですけど、ちょっとあかんかな。ポテリコの方が480円が高いんですよね。イカゲソもいいけど、今日はねおやつ買ってきてないんで、ポテトありかな。これ単品ものも増えてるんかな。これカタログに載ってるやつよね。これ今までの組み合わせなんでもいいかなと思ってるんですが、なんか買いがつまかないと700円になってもね、もうカレーだけにしよう。いってらっしゃい。今日ね、ライトがなかったんですよ。だからちょっと暗いかもしれない。とりあえずね、まだ新刊、読みたい新刊出てないんで、とりあえずこれを読み進めようかな。薬屋の独り言2巻ですね。ちょっとずつ読んでいきます。あと今ね、ちょうどアニメやってるんですよ、地獄楽。これもね、あのアニメね、今日の段階で3話ぐらいやってたんで見たんですけど、面白かったんで原作も読んでいきます。はい、来ましたけどね、お箸ついてないな。箸欲しいな、やっぱり。ちょっとカウンター行ってこうか。はい、お箸持ってきます。今日サラダは買ってきますか。はい、もう写真撮りましたからね。生姜焼きとも